平成28年7月26日、阿蘇市一宮町手野の国造神社にて、稲の生育ぶりを見て回る信仰行列、お田植え信仰式が行われました。このお田植え信仰式は、今年1年の豊作を祈るもので、農耕の神が稲の生育ぶりを見て回る阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財に指定されています。国造神社神殿で神事が行われた後、太鼓や鐘の音とともにおよそ1キロ離れたオカリアに向けて出発した信仰行列は、宮司の乗った馬を先頭に、頭上にお室を乗せた白装束のうなり、阿蘇十二神を乗せた神輿などが列をなし、熊本地震に見舞われてもなお美しく阿蘇の田園の中をゆっくりと進みました。行列はお昼前にオカリアに到着。6人のうなりが運んだ神様の食事が神輿の前に並べられ、お田植え式が行われました。お田植え式では、打ち鳴らす大太鼓を中心に、うなり、獅子頭などが集まり、その周囲を神輿が回り、加代町たちは、田歌を歌います。神職が稲の苗を神輿の屋根めがけて投げ入れると、参加者らもそれに習い、次々と苗が投げられました。神輿の屋根に苗が多く乗るほどその年は豊作とされ、落ちた苗を田に植えると虫がつかないと言い伝えられています。午後には再び国造神社へ戻り、再度神輿へ苗の投げ入れが行われ、神輿は社殿へと戻されます。なお、お田植え信仰式は阿蘇神社でも28日に行われ、多くの観光客を魅了します。